はい、どうも、あじむらです。今回、アンダーテール続きやっていきます。前回、グレータードッグにやられたん。あそこじゃないんよ、つまずくのは絶対に。そこじゃない、絶対そこじゃない。もっとやれる、もっとやれるはず。優秀やから。私、優秀で。かわいい。何回見てもやっぱかわいいな、この子。かわいい。いいね。な。かわいいわ、何回見ても。グレータードッグだ。もうやられへんど。青の時な。あ、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 
わん、ちょっと待って、しっかりしろって、うるさいバカバカ、なんでグレータードッグでこんだけつまないか、違うよ。ワンちゃん来たよ。あんた強いね、強い子やね、かわいいね、強くてかわいいは最高やな。な、燃えられへんぞ。あ、よかった、バイバイグレちゃん、バイ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 、やっと終わったよ。え、あ、かわいい、なにこれかわいい、あ、ペロ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 しおる。え、お尻向け、え、なにこいつ、知らん。あーあーあー、嘘や嘘や嘘、どこからどこから、へこみそう。またグレータドッグからやんか。あーあー、なんで、もうええ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 、ごめんな、何回も来てしつこいやろ。かわいいな、うん、かわいいな、うん、かわいい。もうそろそろ完璧なんやけど、もう当たることもないわ。見て HP20 は残っとるやろ。もう完璧なよ、もう慣れた。あ、やったやった、もう終わるぞ、もう終わる、もう終わる、うわー、やったったったって、バイバイ。よし、これであの可愛いペロペロさんもう一回見れるけん、可愛いな、やっぱり君。え、これ可愛い、おちり可愛い、おちり可愛いな。よし、行きましょう。なになになに、もうこれ、ウェルカムトゥースノーフル、あ、スノーフルな、スノーフルの町に来ました。あ、あったあったあった、はい、これで安心。昔ティーンエイジャーたちがあるモンスターの角に飾りをつけていたずらしたことがあった。うん、町の人たちはそのモンスターを慰めるためにプレゼントをあげるようになった。うん、それ以来木を飾りつけてその下にプレゼントを置く習慣が生まれたんだ。ごめん、一個も話頭に入ってこんかった。あ、君君君君、オス、お前さ、俺と同じで子供だろ。そうですね、横島のシャツ着てからすぐわかったぜ。この子ね、私の親友です。この子ニコイチですね。この町には蝶々がいない。何か問題が起きればスケルトンのやつが魚の女の人に伝えるんだ。あーな、あんだいな、あれ魚やったんや。セージっていうのは、あ、違う、セージっていうのはそういうもんさ、ごめんな。グリグリグリリグリリリビーズ、グリグリ、わわわわわ、ちょっと待って待って、増えてね。なんか前回来た時より増えてるぞ。あ、なるほどな、私が生かしてあげたけんここに残っとんや。あ、あ、グレータドッグ、君、なにこいつ、で一人ポーカーをしている、かっこよくない、負けているようだ、バカじゃない、かわいいな、やっぱり。君、スパイク付きの首輪をして自分のアイデンティティをアピールするのはどうだ。紐をつないで散歩に連れてってくださいっていう自己主張だ。なるほどな、カップル、私らはこの町を守る兵士さ、なのにみんなからないがしろにされてるさ。あのスケルトン兄弟も骨ぐらいくれればいいのにさ、私ら骨が大好きなのさ。まあな、骨だらけやもんな、あいつな。この店ではどこに座るかよく考えた方がいいっす。下手するとあのでかくて人懐っこいのが膝に飛び乗ってくるっす。かわいいやん、悪口言われてたでな。君、グリルビーがね、この店では水はお出ししません、水は身を滅ぼします、だって。あ、右じゃない、左のこのピンクの子言ってるんやな。ちょっと待って、陽キャいる、怖い怖い、こいつジャージ着てサングラスで、
都は人が増えすぎたんで、みんなこの町に移住してくるって話だ。俺的には地元の伝統を汚されるのはごめんだね。でも都会の気取った連中が雪道で滑ってこけるのは見ものだな。田舎ヤンキーあるあるみたいなこと言うな。俺の地元最高やぜみたいな。なあ、東京バカにしてるんやろ。おるおる。そうそう、人間の食べ物ってモンスターのとは違うんだろ。どうなんでしょうか。聞いた話だと腐るとかいうのをするらしいで。あ、腐るね。しかも食べると体の中を上から下まで移動するんだってよ。そうですね、うんちになります。気色悪いな。うんち、いつか食ってみたいよ。うんち、何こいつ、うんちの話しかせえへん。どの店でも同じメニュー着てる客も同じメンツ。たまには違うドリンク飲んでホットな男子と出会いたいの。こいつ嫌い。これは、ああ、幼い頃は世界が果てしなく広がっているように思えたものだ。わけわからん。あ、なんと美しいノックの音。返事をしなければもう一度聞けるだろうか。何その仕事。氷を取って投げるだけのお仕事ですか。嫌やな。手ガチガチになるんちゃうか。大丈夫か。単調なお仕事やな。ずっとこれか。ずっとこれはしんどいな。来たよ。上手。ほら、もう一個来たよ。いける。上手上手。あ、上手やな。あ、来た。でも準備いける。あ、オッケーオッケー。うん、上手上手。次は、次どうやっていく。うん、上手。力持ち最高。来たよ。もういける。あ、上手上手。最高。次は、開いた。よいしょ。あ、さっきのムキムキさんがやったやつや。これムキムキさん氷があるぞ。ほら、やっぱここまでちょっとなんか見えへん。ちょっともやかかってる。ちょっと、あ、見えん、全然見えん。あ、なんか影になった。誰。パピルスですね。何でしょうか。人間よ、複雑な感情について語ってもよいか。どうぞ。貴様を見ていると昔からの友達のように思えてくる。やめてください、そういうの。貴様に会ったのは初めてなのに。違いますよ、2週目ですもん。こんな気持ちになるのは一体どうしてなの。ネットで知り合っただっけ。あ、ツイッターフォローしてない、別に自分のこと。SNS の友達がたくさんいるから、全員の顔なんて覚えてらんないんだよね。わかるわかる。アイコンでしか覚えてないよな。アイコン変わるともうわからんよな、誰か。あと12人でフォロワーが、何？ついに2桁に突入するし、おめでとうございます。いや、待てよ。貴様が俺様と友達のはずがない。だって貴様は人間だ。危うく騙されて戦わずに終わるとこだった。危ない危ない。うん。そうですね、人間はダメ。あれ、急に始まんな。パピルスに行く手を塞がれた。スパゲッティ作れます。なんと貴様は完全に俺様のタイプだ。そんな湘南の風みたいなことあるか。美味しいパスタ作ったお前やな。大親友の彼女の連れやな。青え、青になった。え、どういうことでしょうか。ずるないそれ。何これ。ちょっと待って、貴様青くなった。これがパピルス様の青攻撃だ。にゃははは。は、違うよ違うよ。青くなったよ。ちょっと待って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 。これやだ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 。でかいジャンプ。あー、でかいジャンプ。待って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 。ちょっとこれ止まる。うわー。痛いよ。待って待って待って、もう、うわわわわわわ。ちょ、いや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 。なんかもう、貴様ほど俺を持ってくれるやつはいないって言ってるけど、違うって。確かに味村は尽くすタイプやけど、お前には絶対尽くす。あーって、あー、やばい、やばい、3しかない、やばい、1しかない。何、貴様は弱すぎる。こんなに簡単に捕まえられるとはな。これから貴様はプリズンゾーンに閉じ込めてやる。兄ちゃんが言うところのうちのガレージだ。貴様は犬小屋行きだぞ。どういうこと。え、犬小屋。え、ちょっと待ってね。あ、 HP は満タンですね。どういうことですか。なんか犬小屋入れられた。前回こんなんなかった。何これ。
パピルスの書き置きだ。悪いが、アンダインが来るまでこの部屋でおとなしくしていてもらう。ごゆっくり おくつろぎください。お食事と休憩場所もご用意しました。にゃははのは、パピルスより。え、犬小屋？あ、くぐれるやん。全然、ちょっと待ってよ。残念ながらただのカリカリのドッグフードだ。チャムズかな。押すとキューキュー音がするおもちゃだ。これ寝るとこ？小さすぎてこの上で眠れそうにない。あ、結構なんか全部準備してくれてんな。まあ、欲を言えばもう一個水がいるんちゃうかなっていう。ペットを飼う身としては、ここにカリカリ、こっちに水を置いてあげた方がいい。で、ちょっと離した方がいいで。で、ないとワンコってここのカリカリをピョイって入れてさ、ここの水の中にふや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 したカリカリ浮くけん。え、どうしよう。ちょっと開けてもらおう。パピルス、開けて。パピルス、犬小屋開けて、あれ。パピルス、パピルス、いる？いる？いた。犬小屋開けて。やはり先ほどの予感が的中したな。俺と貴様は赤糸で結ばれているのだ。違う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 。運命の真っ白い骨でがっちりつなぎ合わさっているのだ。だからここでこうしてまた会えた。あの牢屋から抜け出すのは絶対に不可能なはずなのに。感動した。貴様のそのひたむきなって、違う。なんて書いとったの。貴様ほどまっすぐ思ってくれるやつはいないって書いとった。違う違う。アジムラはもうジョングクしか勝ってないけん、ジョングクしか勝たん状態にやめてくれ。うわあ、へいへいへい、ああ、やばい、ピチしかない。さっきは脱走できたかもしれないが、今回は設備をアップグレードしたからな。貴様は再び閉じ込められ、逃げたくなくなってしまうだろう。にゃはははは。え、またまた犬小屋来たんやけど、しかもアップグレードされた、されてねえやん。パピルスの書き置きだ。逃げるときは事前にご相談ください。急にいなくなって心配したんだからね。めっちゃ優しいやん。ちょっと骨に来てる。じゃあパピルスに会いに行こう。でも確かに前回と全然違うね、話が。前はこれ一回対戦したらもうデートやったんよ。パピルスとのおうちデートやったんやけど、もう違うね。また来たの？ダメですか？これは多分俺様のせいだな。俺様がスパゲティを作ってやるなんて言ったせいだ。あ、思わせぶりな態度ってことですか？だから貴様は早く作ってほしくて会いに来てしまうのだろう。違う違う違う。なら仕方がない。パピルス様も腹ペコだ。朝飯前に型をつけてやる。じゃあご飯食べ。食べんのかーい。もうええって、ええって。あ、でも前回さ、いろいろボコボコにはしたんやけど、パピルスだけは殺せんかったよね。なんかどっちかってサンズがめっちゃ怒るんちゃうかなと思って殺せへんかった。結構私の前のアンダーテル一周目見てくれた人とかさ、パピルスが生きてる、なんかあなたは優しい人ですねってすごい言われたんやけど、違うんよ。パピルス以外ボコボコにしたけどそんなに優しくはない。まあ優しいんやろな、私って。うわーうわー、長いて。うわあ、なんで、えい、痛い、止まる、えい、痛い、1しかない、1しかない。貴様もしつこいやつだな。だが俺様には通用しない。俺様の方が猛烈にしつこいからな。ということ、もし貴様が自分の方が全然しつこいと思っているなら、それは違うぞ。文法的に間違っている。ということ、正しくは全然しつこくないとも言えなくもないだ。ということ、全然頭に入ってこん。どうだ、勉強になったか。はい、にゃははは。終わり？またもう何回やりゃえん、これ。あっとんかな、すでに。もうなんかそこがあっとるかどうかがわからなくなってきた。マピルス、もうよくないか。え、また来たの？そうか、本当の理由がやっとわかったぞ。貴様、俺様の顔を見たくて見たくて仕方ないんだな。殴ってやりたい。そんな風に思ってくれるやつと戦うわけにはいかないよ。っていうか、ぶっちゃけ貴様を捕まえるのがめんどくさくなってきた。なるほどな。パピルスと戦う？戦いません。そうか、なら俺様も自らの失敗を認めよう。お、いい子ですね。何しますか？遊ぶ？にょほほほ。貴様のように貧弱なものすら倒すことができないとは。アンダイに呆れられてしまうな。
俺様はロイヤルガードになんてなれないし、友達の人数だって増えはしないだろう。なんで急にそんな自虐キャラになったんですか。なんという友達になろう、ダサいやつめ。うん、言いたいな、ダサいやつめって言いたいけど、絶対言うとあかんよな。友達になろうよ。え、本当に俺様とお友達になってくれるの。それなら特別に貴様を許してやってもいいだろう。うひょー、デートに行く前からお友達止まりだなんて、さすが俺様。友達を作るにはダメダメなパズルをやらせてバトルをすればよかったんだね。そうなんじゃないかな。めんどくさくなってきた私も。人間、貴様はいろんなことを教えてくれた。よってここを通って良いものとする。それと地上に出る方法だって教えちゃうぞ。このまま進んでいくと洞窟の終わりに着く。はい、そこが都だ。そこにあるバリアを抜ければ外の世界に出られる。詳しいね。バリアは我々を指定の世界に閉じ込めている魔法の封印。こちら側に入るのは簡単だが、外へ出るとなると話は別だ。なるほど。強い魂を持つものでないとバリアを抜けることはできない。なんか魂2ついるよね、結局最終的に。だが貴様ならできる。だから王様は人間を捕まえようとしているのだ。人間の魂の力でバリアを壊す。そうすれば我々モンスターは地上に戻れるのだ。もう一回ね、地上でモンスターとアジムラが人間たちが暮らせる世界を作れば一番いいんやけどね。どうかな。あ、それともう一つ大事なこと言い忘れてた。出口にたどり着くには王様の後ろを抜けないといけない。あのアズゴア王ですよね。すべてのモンスターを滑る王。彼のことは誰もが大好きなんだ。王様はモフモフしてて、すっごくいい人だよ。もういい人っぽかったよね。すごい優しそうな子でした。だからきっと心配ないよ。ドリーマーさん、お家に帰らせてくださいってお願いすれば、バリアのところまで案内してくれるはず。アズゴアドリーマー王ね。そんなわけで話が長くなったな。俺様は家に帰って貴様の頼れる友達として待機しておく。いつでもデートしに来ていいぞ。にゃははは。どこ行くん？ちょっと、もう何や、自由すぎ。もう来たよ。俺様とデートしに戻ってきたな。デートじゃない。貴様どうやら本気らしいな。なら貴様をとっておきの場所へ連れて行かねばならん。俺様がよく行く場所だ。知ってるって。また戻ってくんやろ。知っとんよ。もうこの茶番もういい。一回目はさ、あ、そういうデートもいいねって言ったけど違うやんか。もう疲れた。俺様の家。無視してやろうかな。